はい、今回のレシピには2つ、作れる型紙が入っています。1つはトレーナー、ラグランスへのトレーナー、もう1つはギャザーのパーカーです。で、このフードにするかリブにするか、こちらは別に入れ替えもできます。トレーナーにこのフードつけてもいいし、このギャザーの方にリブにしてトレーナーにしてもらっても大丈夫です。でもちろん袖、それも入れ替えるっていうこともできます。こっちはギャザーではなくてこの提灯袖になっています。なので提灯袖の作り方も一緒に学ぶことができますので、ぜひ挑戦してみてください。